こんばんは。こんばんは。ソロライブありがとうございました。今日は真っ白のアトリエさんに呼んでいただきまして、来てくださった皆さんありがとうございました。楽しかった。ありがとうございました。最後までいたの、最後までいました。ライブを見させていただいて、楽しかった、充実。サングラスデイズ久々、確かにサングラスデイズ久しぶりでしたね。スタリチョウちゃんが考えたの、そう考えました、うん、ペダルは一人でやるの初めてでしたね。次関東いつですか？いつだろう？次いつだろうな。早くしたいですね。メダルソロ初だったのか。そう、意外となんかソロコンでやったんじゃけど、コウコちゃんとかと5人で一緒にやったから、一人のソロはね初めてでした。ペダル、ね、確かに意外だね。あ、そうだそうだ、大阪の直接会えるお話し会の申し込みが今日まで、今日時間12時までかな、まだかもって方はぜひぜひ。今申し込んでます。うん、頑張れありがとうございます。お、ともひろさん、お誕生日おめでとうございます。おめでとう、めでたい、おめでとうございます。
私もあと1ヶ月くらいでお誕生日、楽しみ。ちょうど1ヶ月、あ、今日17か、ちょうど1ヶ月だ。今日17か、早いね。2022年になってもう1ヶ月と半月。あっという間や。なんか今日は今日披露した曲が頭から離れない。目のキラキラ、そう、ライブはキラ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 。分かっているのか、わからなくなる。黄色のハロワイシャ似合いすぎ、嬉しい。黄色着てみたかった。現選びました。そう、あと一色緑着たら全制覇。一番最初自分の色まだ知らんかった時に水色か緑かなって思ってたんですよ。なんか当てこま、あの大人の方が選んでくださるんだけど、水色か緑かなって思ってたら水色で、でそっからピンクと黄色はね切れたんですけど、緑が消えてないからいつか着たい。
か今日は。コメントを見て納得してしまってる。コメントを見て、そう、黙読してしまっている。ぼーっとしてしまっている。アウェイかなかったね。そう、なんかファンの方がいてくれたから、いっぱい。それに他のグループさんのファンの皆さんもなんか温かくて素敵な方ばかりだったので、すごく楽しかった。ありがとうございます。ソロコンが恋しくなったね。ソロコンまたいつかもう一回したいな。またしたいな。なんか節目の時に渡したい。そうね、ソロ公演も落ち着いたらしたいな。北極で開催されても行きます。北極で開催したくないの。北極寒そう。観光しに行きたい北極は。オーロラ見てみたい。生きてるうちに。生きてるうちに北極じゃないや、でも北極ですよね、オーロラ。いや、わかんない。オーロラはどこだ？どこだ？でも寒いとこですよね。明日お仕事なんですけど、楽しみなこともあって、明日は超楽しみ。超楽しみ、超楽しみです。
それはお仕事も楽しみなんですけど、お仕事の後にあることが楽しみなの。また言いますね。今週楽しみなことたくさん。そう、今週の私はね、超アイドルスケジュールって感じ。超アイドルって感じ。ツアー、名古屋でツアーして1日空いて、今日ライブして、で明日お仕事して、明後日スペイベでソロステージで、でその次の日シシアサッテがあれアイドルコンテンツエキスポアイドルコンテンツエキスポ、私もう2日に1回かそれぐらいのペースでライブしてる。次のライブはスペイベなんですけど、もうホーム中のホームなのでスペイベはね、みんなと和気あいあいしたいと思います。寒い、でもそんなです。昨日が寒かった。なんか昨日は全国的に寒かったって、寒いみたいなそらはちゃんが教えてくれた。おととい、なんか時系列が難しい言葉になってしまった。こうしたら暗い。あっちの電気切ってる。なんか部屋がめっちゃ明るいの好きくないんですよね。ホテルでお風呂入るときも、なんかお風呂と、あのホテルってお風呂と部屋が結構もう結構近いじゃないですか。でこのホテルがドアがなんか完璧な壁じゃないというか、なんて言うんだろう、明かり、部屋の明かりが入ってくるドアだったんよ。じゃけんお風呂の部屋の電気を消して、このリビングの部屋の明かりでお風呂入りました。なんかよなんかおしゃれな、おしゃれな光灯火でした。そう、なんかすりガラスみたいな、
そう、間接照明みたいな感じになっていい感じだった、落ち着いた。にわり伝わった。そう。そうなの。広島のお部屋の照明も淡い感じ、淡くないんですよ。なんか私暖色のこういう色が好きなんですけど、私の部屋、家の明かりは寒色って感じ、ブルベって感じ。青みがかってる感じで、この前友達ん家行った時に、そのつけてる電気、あの壁、天井につけてる電気使わずに棒みたいな、それ IKEA で買ったって言ってたんですけど、間接照明つけてて、おっしゃと思って。私も欲しいって思いました、間接照明。そんなおしゃれなライトでタコパしました、女3人で。タコパ、メールで送ったっけ、送ったよね多分、タコパしたって。なんか自分でたこ焼き作ったことなかったんですよ。なんていうの、人が作るたこ焼き、お店のたこ焼きしか食べたことなくって、初めてたこパしたんですけど、めっちゃ美味しかったし、なんか具材を、あ、たこでも入れてないんですよ。友達がタコを食べれないくって、だからウインナーとたらこと、あ、キムチ入れました。一番美味しかった変わり種は、え、キムチがめっちゃ美味しかったです。そう、キムチめっちゃ美味しかった。あとたらこも、そう、キムパキムパ、たらこも使い切るってなったから、最後の方たらこめっちゃ入っとるたこ焼きとかできて、もうめっちゃ美味しかった。そうね、たこ焼きじゃないね。キム焼き、たら焼き、たら焼きっていいね、一文字違い、たら焼き、たこ焼き、キムチほんまに美味しい、びっくりした。チョコとか、そう、チョコとかね、やりたいねってね話してたんですけど、話しただけだった話しただけだったな。
バナナも美味しそう。チョコバナナ、パンケーキみたいになりそう。明日ね、集合11時ぐらいなんだけど、今日が4時半集合だったの。こんな遅いこと初めてだから、私11時でも普段だったらめっちゃ遅いの。東京来てて遠征中の集合時間って考えたらめっちゃ遅いんだけど、でも今日が4時半集合だったから、もう11時が早く感じてそう、早いなって思ってる。明日11時早いなって思ってる。そう、今日4時半だったの、夕方の。そう、夕方の。優雅な日を、そう、めちゃくちゃ優雅に過ごしました。2時ぐらいに目覚ましかけてでも夜いっぱいね、夜更かししてしまったんですよ。4時ぐらいに寝て2時に起きて、あ、58分、そっから優雅な時間を過ごしました。じゃあ皆さん、ランキング読みます。20位バンブーホースさん、19位ふうくろさん、18位あつぽさん、17位ニコライさん、16位おかちゃんさん、15位ジュノラニカウェグレさん、14位おいでます元気さん、13位イサナコさん、12位アワットモンアンアンアンワットモンゴクリンサークルさん読み方わかる人教えてください。11位ニシキゴイさん、10位アッキーザラ大好きマンさん、9位キョンシーさん、8位キロキロピッピさん、7位電化街さん、ラッキーセブン。6位のぞみ4号さん、5位グリオティーナさん、4位東京のスワンさん、3位広島コーパセリさん。スリースリー、2元気さん、そしてそして第1位はピルヒュン、ヨイチさん、イエイイエイ、ありがとうございます。感謝のキャミです。イエイ、ありがとう。皆さん今日はありがとうございました。良い、うん。